りゅうちゃんから、ごちゃん、あのね、ごちゃんが飲むときに喉を鳴らしてごくごく飲むの本当に助かってるんでありがとね。あ、セクハラコメントですよこれ急に指摘する、セクハラコメントですよそんなのとか言いますけど、まあね、なんかなんだっけ、なんだっけって、シャニマスの時ね、ごもなんか同じようなこと言ってたから、まあ結局ね、やっぱね、あの似たあのそういう配信者の元には似たリスナーが集まるっていうことの可能性もあるんですけれども、でもね、ごくごく鳴らすの癖でさ、普通にさ、なんかなっちゃうんだよね多分。あと原因が高いのもあるのかなと思うだから今後も多分なんかごあんまりさ、マジでこのなんて言うんだっけこれ、なんか機材ミキサーの使い方全然分かってないからさ、なんかよく多分今後も治らないそれはお腹鳴るのも喉鳴るのも永遠に拾い続ける。喉鳴る音とかさ、そんな大きいわけないじゃん。だけどめっちゃ拾うってことは多分永遠に治らないんだと思う、これのいじり方わかんないからたははということで、次が、あ、そうそう、オーディオインターフェース、ポンポンポンデュちゃん、名前かわいいんだけどポンポンポンデュちゃん、ポン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 うん、バカだからポンその赤ちゃんだから面白い響きがあると笑っちゃう、あのね、あの谷川俊太郎のモコ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 とかいう、あのモコモコっていう絵本とかで大爆笑するタイプの子供ですね、スオさんご今でもポンポンポンデュちゃんありがとさんご、JD なのに J 信号好きになっちゃった、小学でごめんごとか言って、そんな気にすんなよ、ね、好きって伝えてもらえるだけで嬉しいよやっぱね、そう、好きって伝えてもらえるのってマジでありがたいなと思って、そう、なんかまあそれこそね、さっき言った RPG でこの人とこの人のあのあれが好きでしたって、そういうテンとメルが好きだったよって言ってくれたコメントとかめっちゃ嬉しかったし、他もなんか TRPG 以外でもこの配信面白かったよってタグ付きで教えてもらえるのとか、ここが面白かったよって言ってもらえるのかとかね、めっちゃ好きって言ってもらえるの嬉しいじゃんになってるからさ、チュキになっちゃったって言ってくれてありがとさんご小学とかマジ気にしないでね、うん、全然本当にこうやってコメントしてもらえるだけで嬉しいし、なんかスーパーチャットだからね、ちゃんとこうやって喋れるみたいなところはあるんだけど、他のなんか普通のコメントとかでもツイッターとかね、もしやってたらなんかそういうのとかでも嬉しいからありがとさんがポンということで、リュウちゃんからセクハラごめんなさい、大デリカシーなくてごめんごとか言って、あ、そんな気にしなくていいよマジでごめん、なんかめっちゃ気にしてたらごめん、そんな気にしなくていいよ、あのうんごもきっしょいオタクだよって、いやうんごもって言ったらすげえ失礼じゃん、リュウちゃんにきっしょ、そういう意味じゃないかなんていうのかな、あのそういうセクハラとか言うけれどもっていうところをそんな気にしないでねっていう、ごめんねんご、あの変なことばっか今日なんか環境保全カービィに多分引きずられててちょっと厳しいこと言ってるんだけどあのそんなあの気にしても本当に一個も気にしてないから気にしないでたはは本当ごめん、普通にんごこそごめんご、んごこそデリク、んごこそあのリスナーに対しての思いやりに欠けていてごめんなさい、あのちゃんとサンリオピューロランドのミュージカル見ますということでということで、まあね、セクハラはね良くないですけれども絶対に、そうそうそう、セクハラだからといってセクハラをしていいということではなくて、あのいや、うんごがうんごは気にしてないんだけど、だからといってその他の人にセクハラをしていいとか他のキャラクターにセクハラをしていいということは絶対にないと思うんですけど、まあね、あのうんごは気にしてないよっていうことが伝われば大丈夫ですっていう、たは次がコンパラちゃんから、自分も飲み物飲むときめちゃくちゃ喉鳴るのから分かる、飲まさずに飲めないんごどうしたらいいの、うんご好きということでね、どうしたらいいんだろうね、うんご好きがねすごい、あのすごいナチュラルに馴染んでましたけどね、なんでだろうなんでだろうね、ね、ごくごくってなんだよね、ちょっともうこれで多分最後だから飲み切っちゃおうね、絶対乗っちゃうんだけど、なんかあるんだろうね、なんかさ猫舌の人は舌使うのがさ、そのなんか下手とか言うじゃん、なんか舌の先っちょの方で食べてるとか、なんかあとは、まあ、滑舌とかもさ、なんかラリルレロが難しい人はこうちょっと舌をここにつけすぎとかなんかねあるみたいなんだけど、多分そういう類の癖なんだろうね、ごたち研究してこうね、コンパルちゃんね